中央図書館、大田市立図書館は、群馬県大田市にある図書館。大田市が、大田市立図書館条例及び、施行規則に基づき設置、運営している公共図書館で、大田市立中央図書館、大田市立小島図書館、大田市立新田図書館、大田市立矢部塚本町図書館がある。これらとは別に、大田市美術館、図書館があり、これは、大田市が、 大田市美術館、図書館条例及び、施行規則に基づき設置、運営しているものである。平成の大合併までの大田市立図書館の遠隔は、下記の通り。2005年、平成の大合併により、大田市、新田郡小島町、新田郡新田町、新田郡矢部塚本町が合併したことにより、各地域に点々と所在していた図書館が合併し、現在の形態になった。 合併の際には利用者に対しアンケートが行われた。開館時間や閉館時間、休日の設定などが問われた。その結果等は発表されていないが、どれも各館では統一されず、独自の決まりを導入した。図書カードが新しくなり、他館でもそれ一枚で利用ができる。インターネットにより、蔵書の検索などが可能になった。図書カードの番号を入力することで、 現在借りている本などの確認ができる。また、借りたい本が貸し出し中である時に限り、インターネットでの予約が可能。この時獲館にしかない本も予約することができる。相互対策を使って、群馬県内の他図書館からであれば、無料で取り寄せることができる。県外の場合は、有料の場合がある。ありがとうございます。